皆さんこんにちは、藤岡弘です。この映画は私が単身ハリウッドに乗り込んで作った思い出深い作品なんですが、まあ見どころはたくさんありますが、まあ、特にこの日本の武士の生き様、そして日本刀の真剣を持ち込んで、随所にその真剣を使いました。まあ、それを許してもらえたということもありましたが、まあ、見どころはたくさんあると思います。どうぞこの映画を存分に楽しんでください。エンパイアピクチャーズ、藤岡さんこれ懐かしいんですけども、エンパイアピクチャーズの SF ソードキル、1986年の10月28日東京ファンタの、渋谷パンテオンで、ね、大スクリーンでやらさせていただきますが、それがまたこんなに素晴らしい映像で見れるということ、非常に嬉しく思います。もうラストサムライよりも20年前ですよね。そうですね、20年前、藤岡弘さんがハリウッドに挑戦した、はい、そのこうSF ソードキルのいろいろ思い出話を今日いろいろ聞かせ願いたいと思います。はい、もういやその説は本当駒澤さんにいろいろとお世話になってそんなことございませんありがとうございました。本当にでもなんかこの出だしからしてこういいですよね。ただこれ日本なんですか、撮影場所は、違いますよね。違うんです、これはね、アメリカのマンモスマウンテンというところで、はい、日本の富士山のあたりを、はい、まあ、想定して向こうで撮ったんですね。だからちょっと違和感もありますけど、日本ではないんです。日本では撮影しなかったんです、はい、なんかこう木がね明らかに西洋の時の木ですよね。ガンマが撮ってる、西洋の木なんですよね。まあ、雪はねたまたまこうやって向こうで降ってるやつでよかったんですよ。ただねこの音楽とか、今こう藤岡さんがこう馬で来られるシーンとかね、なんか緊張感があってね、思わず引き込む場面なんですよね。あ、そうですか。これね雪の中でやっぱ馬をさばくのはねなかなかね、難しくてね、はい、いや本当にこれ結構緊張しましたね。アメリカの馬だから当然英語なんですよね。そうそうそう、やっぱり雪がね固まってるとね、はい、沈めが鉄でこうね、はい、あれしてますから、はい、軽鉄が、はい、だから滑るんですよね。それがね時々危ない。でも四つ足っていうのはしっかりしててね、しっかりその滑りをピシッとこう、さすが馬っていうのはすごいなと思いましたけどね。特にこう2人乗りしてるわけですよ。そうですね。でこれジーパンじゃなくて着物だからまたがってないわけですよ、はいはい、だからねこれはね、もうね彼女をこう走る時もね、はい、滑るんですよやっぱりね、はいはい、で落とさないと思って腕の力で支えながら、そしてうまくこうバランスを取りながらこう走ったんですがね、やはりかなり緊張しました。やっぱりところでこの三重子小林さんってなんかリストのキャスティング表明で書いてるんですが、はいはい、それは向こうの現地の女優さんなんですか。そうです、日本の方なんですが、アメリカで女優さんとして、まあ、活動されてる方なんですね。なんかちょっとこう島田横須賀さんも、ね、なんか将軍もそうだけど、はいはい、なんかちょっとアメリカ人好みなんですよね。これね、最初の戦い、はい、最初これ本当の真剣使ってるんですこれ、はい、私、はい、で本当に切るんですこれ、本当に切ってる本当に切ってる、はい、であれ突き刺されましたね、でこの槍も本物の槍で先だけは違うんですけど、はい、本当に切って実際にこう立てたんですね、真剣を使ってるんです。これ皆さん気づかないけど実際に本当に切ったんですね。だって下が雪だから滑ったりしたらちょっとね、で彼はもう抜刀道、はい、7段8段の男で、はいはい、だから2人とも知った顔仲間なんで、気心知れてますんで、はい、じゃあやろうっていうんで、あれも音も本当の音な鉄味なんですね、はい、これ真剣です思い出深いね本当に、かなりねこの雪山も寒くてね、身が引き締まる中でやったんですけど、これ真剣ですからやっぱりそういうあれが分かりますね、見るとね、やっぱり緊張感がね、すごくありますよね。あと向こうの役者さんなんか結構雪で寒いから下に着込んでたけど、はいはい、藤岡さんは全然そんなズルしなかったっていう知ってます、はいはい、
ぱ後ろの雪が完全に西部劇の雄大な姿勢とか、 そこに凛々しく藤岡さんが立っておられる、はい、悲劇の武将の死っていうところで、から構図になっていくんですよね、はいはい、このやっぱりねこの発想というか面白いですよね、400年前の侍がこういう形で、まあ、凍ってしまうというね、はい、そういう発想は面白いなっていうね、うん、そしてそれが現代に蘇るっていう、ね、まあ、400年後の現代に蘇るっていうあれですよね、うん、まあ、ここがねちょっと私気に入らなくてね、この発見するところがね、うん、まあ、これ、まあ、日系の方が、まあ、出てるんですよね、うんうん、元須賀、元須賀ってどこなんでしょうね、一応どことそうです、元須賀の間違いですね、元須賀ですね、あの富士山の元須賀、あ、はいはい、そこを想定したんでしょうね、見てごらん、あんなところにほら穴があるよ、雪崩のせいでできたこの、やっぱり日本語のセリフというかこういうものがちょっとこう、うんうん、非常にちょっとあったんですけど、まあ、これはね向こうの人たちもあるんで、まあこっからねちょっとこう引き込んでいけるというか、なんか やっと私の名前が、でもこう一番に来るっていうのはね当時としてはもう大変なことだったんですよね、あ、そうですね、まあ、はい、あのちょっと当時の背景を言うと、あの忍者ブームが、忍者映画ブームがあったんですよね、そうそうそう、でも、はい、あのはっきり言って勘違い、あのこう日本の映画があった中で、そういう時にこうこの藤岡さん主役の伊勢総督記録ができた時に、なんかこうキリッとしたね、はい、なんかこう魂を持ってる、プライドを持ってるこう侍のイメージが、これはやっぱりあのすごくこうその影響を与えたと思うんですよ。そうですから、ラスト侍みたいなこうちゃんと敬意を表したこう映画作りっていうのが時間かかったけど今は来たと思うんですよね。ああ、そうですね。私もあの忍者映画向こうで、うん、見ましたけど、うん、いや本当漫画チックでですね、超漫画チックですね、非常にあのちょっと不満がありましたけど、うん、はい、これはいけないなと、本当のやっぱり侍像を見せなければとかね、うん、精神というかそういうものを正しく伝えなければという気持ちがありましたね、はい、で当時あのちょうどあのそうですね、武士道ブームよりあのファイブリングス、はいはい、五輪の書という宮本武蔵のね、はいはい、あれがブームになってベストセラーになった後だったんですね、はい、まあ、その影響もあったから、うん、非常に皆さんからこう興味を持たれていたというか、そういえばあの聞いた話なんですけど、その、あの二人の武蔵、こうあのテレビ映画 のそれに藤岡さんが出られて、それをアメリカで放映されたのが、はい、向こう あのプロデューサー、こうチャールズ・バンドがご覧になってオファーが来たという、そういうことらしい。あの当時監督ラリー・キャロル監督とかみんながやはり、はい、私を面白いということでですね、はい、それで、まあ、白羽が立ったといいますか、うん、はい、ラリー・キャロル監督ですね、この今出ましたね、で本当の侍っていうのはどうなんだろうということでね、うん、そういうところからまあ、この映画が作られたという経緯はあったみたいですね、はい、まあ、だからこの当時あの400年祭って言ったのは徳川300年展って言って、はい、まあ、日本の徳川300年のまあいろんな財宝というかいろんなそのこ、まあ、当時のものがですねアメリカに、渡って、そして皆さんの目に触れながら徳川展が行われていたんですね、はい、その影響もあったわけですね、うん、はい、あのね、こう藤岡さんのパートナーになるあの女性記者クリス役の、ジャネット・ジュリアンさんですよね、なんか彼女も僕すごく好きなんですよ、なんかこうすごいこうなんだろう、こうなんだろう、初々しいっていうんじゃなくて、なんかひたむきさんがこうすごくあって、それが藤岡さんへのなんか思いにこうつながっていく感じしますよね、はいはいはい、で結構彼女はその後もキングオブニューヨークってアベル・フラーラってい こうちょっとマニアックな不安にでクリストフ・ウォーケンの相手役になったりしてるんですよね、あ、この悪役の方ですよね、はいはいはい、リチャード博士、ジョン・カルビン、はい、ジョン・カルビン、はいはいはい、非常にクールでね、うん、スマートな、うん、
まあ、あとそれからこのエンパイアピクチャーズっていうのが当時トロマの映画っていうのとそれからエンパイアピクチャーズっていうのがこう新しいこう低予算で娯楽映画をいっぱい作ろうっていう映画だったんですけど、まあチャールズ・バンドっていうのがまあこの映画のプロデューサーでその第一作なんですよね。でも先ほどなんかアルバートインターナショナルプロダクションってアルバート・バンドって出てきたんですけど、それがねこうすごいキャリアの映画人でしてね、ジョン・フォードの勇者の赤いバッジっていう1950年の映画、ジョン・ウェイン主演のその脚本なんか書いてるんですよ。藤岡弘さん、ジョン・ウェインなんか好きですよね。ですからそのぐらいキャリアのある人が、まあ、息子のためにこう力を貸して作った映画なんですよね。はい、これで侍の氷漬けになってる藤岡さんが蘇生するというね、まあ、本当にこの発想はすごいですよね。これがアメリカに運ばれて、こういう、ね、科学の力で蘇るというこの発想は、ね、興味深いですよね。そうですよね。結構こうレーザーで効果出すっていうのがエイリアンも含めてよく流行ってますよね。流行ってますね。まあ、当時ねこういうその氷詰めでって今でもアメリカはなんかこう冷凍にして保存してね、いずれそういう時代が来た時に蘇るというそういう未だにこうなんかあるみたいですよ。富士の病でね、ある未来なんでかその治療法発見されたのみたいな、そういうちゃんとしたそのなんだろうお仕事としてそういう保存するところあるとは聞いてますね。ベースがそこにあるからこれもねあながちそのね高等無形ではないないわけですよね。ですね。これまたねよくできてるんですよこのこれはね本当に。確か撮影が1983年 で10月ぐらいから10月1日出発して、まあ、7日から撮影開始って、はい、それで戻ってきたのが撮影終了が12月3日って聞いてますね。そうですそうです、Suction. Cerebral and core steady at 36.まあ、初めてアメリカへ行く時のなんかこう向こうの人たちと自分一人で行くわけでしょ。はい、そうです。単身で行きましたね。なんかちょっとそこら辺の話なんかどういう感じだったね。いやーすごかったのまず私が空港に着いたら、はい、リムジンでですね、はい、迎えに来たんですよ。やっぱスターっていうのは違うと一番トップバッターですからね。すごい私にとってびっくりしました。はい、そして、もうその花束と、はい、でシャンペーンが用意してましたね。はい、車の中に、はい、リムジンの中でシャンペーンを開けてですね、はい、まず花束シャンペーン、はい、そしてそれを乾杯してね、ようこそっていうことで、迎えていただいたんですよ。はい、まあこのね最初度肝抜きましたね。もう何人もの人たちを迎えて、そしてリムジンでこう送ってくれて、そしていきなりホテルに着いたスイートルームですよね。その時の皆さんの扱いぶりがね、もうなんか丁重にとにかくもう大事に大事にっていうね、もうなんかもてなしぶりがあまりにもすごいんで、僕にとってはもう初めてのね、カルチャーショックでしたね。そのアメリカ そのシステムと日本のシステムの違いがね、そうですね、こんなに違うのかというね、ものすごいもう出迎え方だったですね。なんかスイートルームに、なんだろう、トレーニングルームもくっついてて、ちゃんと藤岡さんがこう鍛錬できるようにしてくださったってことですね。そうなんです。それで、スイートルーム2つを僕に開放してくれて、自由に使ってくれと、はい、でもう好きなものを飲んで食べてくれと、はい、何でもいいと言って、ね、はい、それと同時に、トレーニングをぜひいくらでもやってくれ、トレーニングルームを全部提供してくれて、はい、そしてもう私に解放してくれたんですよ。すごいなっていうね。それとあとはもう自分が休みオフの日はボディーガードをつけて、はい、そしてちゃんとその遊び用の車を用意すると、はい、で必ず通訳とともに一緒に行動してくれと、何かあったら困るかなということで、はい、そういうふうな形で全てにわたってもうこう私のことをですね、はい、こう非常に気をつけてくれたと、礼を尽くして、はい、迎えてくれたわけですよね。まあなんていうか主役の扱い方がもう日本とは全く違いますね。そうですね。はい、
まあ、このね、非常に、あ、この刀が藤岡さんが本物を向こうに持ち込んだっていう。そうです、はい、はい、でこれは本物の日本刀なんですね、はいはいはい、これを持ち込みまして、藤岡さんがだいぶなんか勘違いしたようなとこを修正なさって、はい、例えばこの骨董屋なんかも実際藤岡さんがだいぶいろいろこうアドバイスして作り変えたみたいですね。そうです、この中にね、ほとんど東南アジア、はい、アジアのものは何でも日本のものという感じでね、はい、もう中国のものやそれから中、まあ、とにかくアジアのインド、中国、それから韓国、タイ、もう一緒くたになっててね、どこがどのものかわからないんですね、はい、向こうの人たちに、でこれは日本のものだ、これは中国のものだっていうふうに、はい、こう全部僕は分けてったんですよ、はい、だからなるべくその日本のものをね、うん、中心にということで、うん、まあ提灯がいっぱいあっても、はい、その中国のものだからって言って外してもらったりね、うん、鎧もありましたけど、これは中国の鎧だとかね、うん、全部分けてですね、うん、やったんですね。なんか刀版が刀の担当者がついたって話もお聞きしたんですが、そうなんですよ、私が向こうで、まあ、日本刀ですね、はい、真剣を扱い方を見せようと思って、うん、本当の武士の扱い方で日本刀の真剣の使い方をということで、うん、日本人の、まあ、家庭を訪ねてそこで竹を融通してもらいましたね、はい、その竹を持ち込んでその竹を切ってですね、はい、日本刀の技を、まあ演武を見せたわけですね、はい、でそれを見てからですねだいぶ変わりましたね、日本刀に対する見方がですね、はい、竹をボンボン切ってそれを捌くもんですから、はい、改めてこういう本物の侍という、はい、そういう風評がバッと一気に広がったんですね、はい、それから私に対する見方がだいぶ変わりまして、なんか先生みたいなこう感じで、憧れの目というか敬意の目で、そうなんです、それで私が日々まあ真剣の居合の稽古をするわけです、はい、真剣で抜いてこうバッとさばいて、はいはい、それを毎回見てるとうちにですね、はい、突如ある日その真剣をね、うん、管理させてもらうと、はい、金庫に保管するからって言って私に持たせなくなったんですよ。それあれ、その経緯はどうも私に持たせたと怖いっていう感じだったんでしょうね、向こうが管理するようになりまして、とうとう私の手から日本刀が向こうに行きましてね、撮影中必要な時だけしか出してくれなかった、そういう経緯がありましたね。この何か初めて現代にこう蘇るっていう、なんか戸惑いの演技って結構大変じゃなかったですか。それは戸惑いの、これも大変だったですね、初めて自分がこの見たものが、全く自分の時代と違うわけですね、時代というか日本のそれとも違うし、それで自分自身がなぜ、まあ、ここは地獄か天国かじゃないけど、はい、そこにこう自分の記憶をたどりながら今の現実と、うん、こうそこにこうだんだんとこう持っていく、うん、その芝居がね結構要求されましたね、うん、でこういうところでね、こう初めてこの化け物のようにこうね、うん、自分がショックを受けるというか、うん、それであれは現実に自分の昔の、はい、馬ですね、馬ですから、うん、これは自分の時代のものだわけですね、はい、ところがこれと全く違ったこれは、うん、見たこともない化け物なわけですね、はい、そういうね、こういわゆるそのカルチャーショックじゃないけどそういう部分の、うん、しかも言葉は全然分からないし、ね、そう分からないですね。フィルムは何でしょう、日本ってほらフィルムを節約するためにあんまりこう、はい、撮影のショット撮るのを減らすけど、結構アメリカでやっぱ贅沢だったんですか。いやすごい回しっぱなしですよ。回しっぱなしですか、もう驚くばかり、もう本当にすごいですね、もうなんかねガラガラとね、うん、回してるんで驚きましたね。僕も今までこんなっていうぐらい、もう惜しげもなくフィルム回していく、それもキャメラが1台ではなくて2台の時もあるし3台の時もあるし、ね、全部同時に回ってるわけですね、
そういうこともありましたしね、うん、いやアメリカのその規模の大きさというのはもうびっくりしましたね。これね、ここはどこじゃ何者じゃっていうね、ここから始まるんですよ、うん、あのここはどこじゃ、ここはどこじゃ、ここはどこじゃ何者じゃって、なぜ答えぬ、なぜ答えぬとかね、こういうね、ここから始まっていく。そして真壁一族の高い義満じゃって自分を、うん、なのでここの部分を僕はね、やはりそのかつての侍っていうのは誇りと自分のそのそのそういうものに対する誇りと名誉を持っていましたから、まず自分というものを名乗り相手を名乗らせるというね、はい、そういう部分をね、まあ、強調してもらうというところで、こういうところね、まあ、まあ一つの現代とこうそのまあ、これこそ本当に異文化の、そうですね、まさしく、あの衝突ですよね。でもこの彼女が日本語を理解できるっていうことでのコミュニケーションを取れるね、唯一のあれで、彼女はその私を理解しようというところからのいろんなこう、まあ、面白い、僕はね最初非常に面白い台本だなと思いましたね、こういう発想は。だから今あの異文化と出会った時に、彼女は理解しようとする、はい、で片っぽは、まあ、それに対してこう、なんかこうあの脅威を持つみたいなね、あのなんかよくこう象徴的に、で彼女はちゃんと礼を持って、そうなんですね、ちゃんと座って座ってね、うん、相手の異文化を認めた上で彼との融合を図ろうとするんだけど、うんうん、でこの博士は私をまあ実験材料というかね、一つの、自分の見下してるわけですよね、そうそうそう、なんか動物みたいにね、動物にね、そこに礼を従うというね、まあ、刀は侍の命だから、はい、それの返し方によってやっぱり相手に対して見方を変えるというかね、で刀を返してくれるということはものすごいこの名誉なことなんでね、これ本物の真剣なんですね。やっぱりね質感が違います。あのそうですか、そのそれはやっぱ画面からもね、こういう刀の扱い方やこの所作というか、こういうものを私は自分で勝手にこうどんどんやっていったんですけど、やっぱり非常に興味持ちましたね、向こうのスタッフたちは。で自分で着物を着るとか、頭をね自分で祝いていく、こういうところがねやっぱりすごい興味持ちましたね。でこの時に自分の頭地毛を使ってるんですよ、半分、はい、後ろだけなんですね、あの、はい、曲げを使ったのはね。 Day after day I surrounded him with things from his past, and day after day I studied him, hoping for a sign of trust, of recognition. でもこういう文化の違いをこの彼女にうまくこうね、はい、あれさせるっていうのはやっぱりなかなか監督の面白い発想ですよね。でもだいぶ議論なさったんでしょ、監督さんと。もちろんもちろんしました、はい、はい、うん、それでね、うん、要するに絶対にあの侍はその毒味をしないと食べないっていうかね、はい、それをちゃんと私は伝えて、はい、彼女がそれをね、はい、やっぱり自分が飲んでこれは大丈夫だっていうことをやっぱり安心させて伝えるという、うん、こういう細かいところまでね聞いてくれましたね、うん、はい、そうしたらその受け入れるというね、うん、そういうところをね、で初めて聞く、まあ、まあ日本語なわけですよね、彼女からね、はいはい、そういう、うん、It's okay. Those swords, what are they worth?No, really. How much? こういうところがね、とてもうまいね、あの、うん、
やはりその彼は物に対する執着というか、彼は名誉に対する執着、彼女はその理解をしてねという、そういう部分をうまくね入れてるんですよね。そして私のカルチャーショックの部分を彼女は一生懸命こう理解させて融合しようとしてる。全部その動機と目的と意図が全部違って、今は本当にね、すごくよく書かれてるシナリオだなって。そうですね。これは知能テストって。そうですね。要するにこの Now you.No, it doesn't work like that.全部当たってるっていう。後ろに流れるあのリチャードバンド、まあ、あのバンドファミリーですからね、曲がなんかこうそのこう悲しいこうちょっとこう、あのこうあれをね、こうなんかこう気持ちをすごく高めてくれるなって、こう、なるほどなるほど、なんかこう藤岡さんの孤独なこう悲しさみたいなね、異国に迷い込んだこうみたいなものをなんかこう、だから結構いい。あの昔の映画ってあのこうあの音の演出ってあったでしょ、音楽が一人一人 の、 あのヒーローに対するテーマ曲がついたりとかね、最近日本映画が特にそうなんですけど、あんまり音の演出がもう全くなくて、ありものの曲つけたりみたいなね。なるほど、状況に合わせて作らないんですね、だからその時の心情に合わせてとかね、まあ、これはまあアメリカだけじゃないけど、こう欲の部分の嫌な面とどうしても人間であるとぶつからざるを得ない、ここでね実はね、あのすごい竹があったでしょ、あの生竹をね切って切って彼にやめろということで教える、本身で切ってやるシーンも入ってたんだけど、それカットしてますねやっぱり、だからやっぱり何か考えがあってね、そのまま流れをこのままにしたんでしょうけど、その教えるみたいなんじゃ多分アメリカで分かんなかったと思って、そうかもわかんないですね、まあもちろんあのこう自己防衛のために相手を切ったんだけども、その方がストレートで、でもやはりほら今のね、死者に対してはっていう、あのこう礼を尽くすみたいな、ね、そういう部分もね、だから取り入れてくれたっていうか、ね、そういうものはとってもやっぱり監督はすごいね、やっぱり。で、あと僕がすごく感じ、あのまた見直して感じたのはですね、あの話自体はすごく単純な話ですよね、で、あの藤岡さんを見てることがこう観客にとってすごく、今のほらなんとなくこう今の建物の中に侍姿で、でもなんか藤岡さんを見てるだけですごくこうなんか目が引きつけられるんですよ、ああそうですか、まあ、だからあのこれが、まあ、あの藤岡さんじゃないあの役者さんだったらここまでの作品になったか、やっぱり勘違い日本を笑う映画になってたのを笑わせない映画になっちゃったんですよ、それは藤岡さんが勝ち取ったものなんですよ。そうですかね、私がどういうふうに反応してどういう芝居をするかっていうのがね、いつも監督が、興味深くですね、私がこう来てどうするっていう打ち合わせの時なんかね、でこれはこういうふうに多分こうだろうという自分のね、だって初めて見るもんだし分からないわけですから、そういうふうなところで結構スタッフはこういうのって笑っちゃってね、面白いと、なんかそういう面でね毎回がこう楽しんでましたね、みんなスタッフも、なんかこういう状況になったらどうだろうっていうね、そういうみんなも、
白いですね。面白いというかね。Tom? Tom, is that you? Very funny. でもそうでしょうね。初めてこう見るとやっぱりこうどうなんだろうっていう、こう面白い、ちょっとどういうふうにこの侍を行動していくんだろうっていうもね、引き付きはあるでしょうね。これもね夜間に撮影したんですよね、いや本当に。振り返るとなんか、いやここまでよく聞いてもらえたなっていう部分もありますよ、やっぱり。はい、それはやっぱり藤岡さんが勝ち取られたもので。そうですね、God damn it. This is gonna ruin everything. Everything.嬉しかったですね。そうですか、これがね初めて見るね。しかしこういうところでこの逃げないでしょ、そういうところがやっぱりこの侍っていうのはどうなんだっていう、侍はだからいわゆるその死に対する恐怖感というのは取っていくんだと、小さい頃がそういうその教えを受けてくるから、まあ、こういう時にもあまり動じないけど、そのこういうような形もありえるだろうという話をしたりね、いろんな面白いやっぱり経緯がありましたね。これ私がねちょっと考えてね、どうすんだっていうか、まあ動いてたから、さっきのものと同じような鉄の馬じゃないけど、だから生き物だろうっていうね、なんか分からないけど、なんだって動くかどうか、確認すると、こういうところがね、で実際にこのタイヤを刺していいかって私言ったら構わないって言うんで、実際に鉄身で本当に刺してですね、本当に空気抜いてしまったので、本当に刺してるんだね。音楽がすごくハマってるんですよね。なるほど。なんか異次元に紛れ込んだ孤独すとね、悲しさみたいなものがね。自分の大事なモルモットじゃない実験材料がいなくなったっていうことに対しての彼のね、やっぱりそういう部分と。これ本当なんかいいキャスティングしてると思いますね。これ今のこの3人を並べたにしてもね。なんか。なんかこう藤岡さんの気持ちになってこう見ちゃうんですよね。こう戸惑いながら。で、その音楽がほら、このシーンなんかも高校たる夜のそうなんですよ、ここでね、ここは一体地獄なのか天国なのか何なんだと、分からないというね、一体何なんだっていう自分の中でのこの迷いとともにね、そして一つ一つこう冷静になっていくまでのね、過程、でここでやはりそのここで座り込んでですね、本当は土をこう、手で持ってね、実は確認するところなんですよ。自分は本当にこう、下の土と、
だから馬を見て土をあれ、うん、まあ見て、うん、そういうところをカットしてるんですよね、うん、だいぶいろいろ豪華やったんですかね、うん、まあ、アメリカの人に対してはそれはまあ余計になったんでしょうね、うん、とってもなんか凛々しいこう大都会のど真ん中にこの400年の侍が蘇るというね、はい、このビルのところに侍が立ってるという、面白い発想ですけどね今まではあの藤岡さんのこう蘇った戸惑いっていうこと、はい、まあ、前半部分ね、はい、ここからいろいろこう一つのなんかあの触れ合いが、はいはいはい、現代の人との触れ合いが始まるんですけど、まあ、アメリカの場合ですからやっぱり暴力シーンからちょっと始まるわけですね、そうなんですよね。あのこの今チンピラに絡まれてるあの、ウィリー、元軍人のウィリーさんですね、はいはいはい、あのチャールズ・ランプキンさん、彼は結構渋い役者さんでしてね、そうですね、あのヘミングウェイが原作で、あのフランクリー・ジェフ・シャフナーってパットン戦車軍団っていう撮った監督の、はい、海流の中の島々とかそういう、ね、渋い映画なんかにも出てる名優さんなんですよね。あ、そうですか、あのね、個人的にもとってもいい人だね、はい、あのとっても優しくてね、はい、こう人間味のある方なんですよ、名バイプレイヤーですね、で非常にね、あのコミュニケーションね、そういう面でとってもねいい人で、僕もついその引きつけられて、なんか藤岡さんとのあれがなんかすごくいいこう、おじいちゃんとの交流が、そうですよね、なんか心温まるとか思いがあるんですよね、はい、さあアメリカのチンピラが侍藤岡弘にかなうわけないですよね。ここはね、初めてのアクションでね、うん、ここはもう行って結構早かったんですよ、このシーンはね、はい、撮るのが、どういうふうにやるんだろうってみんなね、でも結構ねみんな本気でね、結構すごいんでね、そういうこっからが本当のね、あのまあでもいやー、このなんていうのかな、当時の、あー、これは Girl, they got you and the John. Honey, ain't life a bitch?なんか刑事もね、いい味のこの役者さんを結構頼んでますよね。そうですね、よくテレビシリーズなんかで見る顔なんですけどもね、あの、まあ、あの SF ソードキルがあの、はい、まあ、初めての海外チャレンジですよね、うん、はい、その後もあの、香港で、香港東京特捜刑事っていうのが、うん、はい、確か88年に、そして91年にあのマイケル・ビーなんかと大作であの K2 っていう、ね、チャレンジする、はい、あのちょっとそこら辺の話なんかも、そうですねその後の海外チャレンジがどういう体験でしたかお聞きしたいな、私このやはり、これの、まあ、ゴーストワリアね、はい、これから初めてアメリカに対しての海外に対する挑戦だったんですよ、うん、ここからアメリカっていうシステムを知ってですね、はい、ここでまた自信がついて、うん、そして僕は、まあ、だんだんとこのアメリカ映画にまた次から次へとこう出るようになったんですが、はい、やっぱり異文化との触れ合いっていうのは非常にやっぱりこう、まあ、なんていうか興奮するというかね、うんうん、でそこで本当にこう現実に仕事をするということになると、うんうん、許されないその、まあまあ、プロとして その意識が試されるというかね、はいはい、そういう部分では僕はね何度も何度もいろんな経験をしていくうちに、うん、やっぱりその異文化同士の交流っていうものがいかに自分自身をしっかり持ってないと、また自分の生き方や考え方、うん、プロとしての在り方、そういうものをしっかりこう打ち出していかないと、はい、認めてもらえないんだっていうね、うん、そういう分でのね、やっぱりこうこれから K2、そして香港特捜刑事や、うん、またその、まあ、将軍コップとかいろいろ出ましたけど、はい、そういうふうな経験を積み重ねるごとにですね、プロ意識が余計こう、はい、芽生えてきてですね、やっぱり国境を越えての、まあ、そういう挑戦っていうものはいかに厳しいかということをね、うんうん、感じましたね、やっぱり、うん、
まあ、厳しいと同時に何だろう、どこの国でも映画を作るってことに夢を持ってる人たちっていうのは、言葉を超えた連帯感っていうのがありますよね。でそこでやはり理解し合おうという努力がね、はい、やっぱりどこでも起こるわけですよね、はい、お互いが知らない文化、そういうものをこう伝統や歴史を知ろうというね、はい、そこから映画の面白さが出てくるんであって、だからやっぱりこれからますますそういう時代に突入してるわけですよ、今は現在はね。ですから本当に異文化交流、はい、これが一つの国境を越えての融合していく大きな要になるだろうと、はい、やっぱりそこから認め合うことによって、うん、感動していくというかね。そうですね、僕がこの SF ソードキル見たのは1985年にパリ国際ファンタスティック映画祭ってあるんですよね、はいはい、ちょっとなんかロックコンサートみたいに3000人ぐらいの劇場で若者が熱狂して見る映画祭なんですけど、で、ね、反応がすごいシビアなんですよ。で先ほどこう例えばなんか若者とパッと腕を切ったり、はいはい、こう縦のが決まったりするとね、うおーっていう感じで拍手が起こるんですよね。で日本って娯楽映画に対するなんか偏見っていうか、ちょっと評論家の人たちの芸術映画が良くてみたいなのがあるんですけど、娯楽映画もストレートに外国だと評価するんですよね。ですからその85年の東京パリファンタスティック映画祭では批評家賞っていう、日本じゃ娯楽映画に批評家賞っていう、ね、ジャーナリストの賞なんてありえないですよね。ありえないですね。それを僕パリで見て、であともう一つ映画の楽しみって世界中から見た人たちから不思議なラブコールとか、ストレートな愛情とかが来る。でなんかこの映画もいろいろ反応あったみたいなんですけど、僕はパリでその反応してるんですけど、藤岡さん自身はなんかオーストラリアで名誉市民にこの映画のおかげでなられたとか。そうですね、オーストラリアから政府の観光関係をね、はい、それで呼ばれましてね、はい、行った時にはもう大変な歓迎ぶりでですね、はい、この映画のことを皆さん見て、うん、話題にしてですね、はい、まあそこで、まあ、友好関係が深まったんですよね、うん、だ文化のその、まあ、交流っていうのはいかに大きいかということ、はい、それでそこから、なんかすごいこう認め合った時に、うん、まあ、名誉市民なんて私ごときにもらえると思わなかったんだけど、とにかく自由に楽しんでくれと、はい、そしてオーストラリアの要するに人たちとぜひ交流してくれと、うん、はい、でやはりそのオーストラリアはそうだったんですが、日本の侍っていうか、うん、武士道侍スピリッツっていうか、はい、その精神的な、スピリッチャーにものすごい敬意を表したんですよね、うんうん、それは、まあ、まあ日本のそういう過去の歴史的な問題もあるんでしょうけど、はい、とても精神的に高い、うん、部分で捉えてくれてて、うん、だからそういうの西洋には侍スピリチュアルというものはとても高く評価していてですね、はい、名誉を重んじると責任を取ると、はい、自己を犠牲にしながらもその、ちゃんと責任を取っていく姿、うんうん、そこにやっぱり切腹とかね、うんうん、そういうのも、まあ、おそらくこう想像してるんでしょうけど、はい、まあ、なんかその意識の高い中でこう精神のこう凛とした中心が取れてると、はい、そういう部分になんかとても興味を持ってる、うん、人たちがいるということをね、うん、この映画を通じて非常に理解させられましたね、この回想シーンがこう何度も何度も出てきますよね、はいはい、で結局こう争いを好まずに、はい、多賀義満は奥さんとの平穏な生活を望みながら叶えられなかったっていうんで、奥さんとひとときのこういう、はい、で多賀義満って誰か日本 の, その武将にこうちょっとこうモデルがいるんですか。どうなんですか、これは真壁一族ってのなんかちょっとモデルがあるんです、ね、何度も聞いてるうちに結構気になってくるんで気になりますよね。これは僕もちょっと聞かなかったんですが、なんかそのような意識あったのか分かんないですね、うんうん、とても家族を思いやるというか愛するものを守るというか、うん、それにとても命をかけるというかね、うん、そういう部分のなんか、うん、ことでの捉え方を今回してますけどね、はい、だから本当は雅な情緒を重んじる民族であると、はい、非常に精神や心を、うん、そういう部分をこう大事にする民族であるということは、うん、なんかこう捉えてたような気がしますね。いや今もほらね、ウィーリーさんとおじいちゃんとすごくいい感じになって時にも、もう現実はこう必ずこうやって、はい、暴力がそういうなんかこうね、はいはい、平穏にすごく許さないっていう、はいはい、シーンなんですけども、
だから、うん、なんていうんですかね、争いを好む例えば民族ではなかったんじゃないかっていうね、うん、そういう侍は特にその争いを好まないけど、うん、やはりやい、まあ、自分がその刃を受けるとそれはやっぱり守らなきゃいけないというかね、うん、自衛しなきゃいけないという、はい、そういう意識というものがこの中に全般にあるんですが、うん、自分が心を通じ合った者のためには命を捨てて守るというね、はいはい、そういう部分とか、うん、まあそういう人情というかこう情の世界というかそういうまあ精神的な世界というものをね、まあ、この中ではまあ民族の違いの中で出そうとしたっていうところが監督の狙いでもあったんだと思うんですね、うんうん、アメリカ社会の殺伐としたその物金そして名誉そういうものだけに執着している中にこういう全く異文化の侍が入るとこんなに違うんだぞというね、うん、そういう部分がこう、うん、出したかったんじゃないかなっていうのを僕はそう捉えたんですよね、うん、でも異文化同士であろうともそれを理解し合うこの女性のね彼女がね一生懸命愛情を持って僕に接して何とかしてこう守ろうとするんだけどその気持ちがうまくいかなかったっていうね、うん、こっからがねやはり侍のまあ、こういやなんかこうね侍っていう普通ほら銃とあれなんか かなわないはずじゃないですか、でもなんかそれにこう黙々とこう突き進んでいくっていう、侍の凄さがこのシーンはありますね。でここはどうやって勝負するんだって言ったら私木を放つんだと、うん、木で、うん、五感全部の木を放ってキャッチして侍は行動するんだと、はい、無駄な動きはしないと、はい、一瞬の命をかけてその一瞬に命をかける侍のこの機能、これがここで再現したいっていうね、でそういうこうところでねものすごく監督が感動しましてね、まあ、こういう風になったんですけどね、まあ非常に異文化交流じゃないけど映像は特にそれが重要なポイントになってきますよね。K2 の時もそうでしたね、うん、イギリスのスタッフやインドのスタッフやいろんなところからが集まってたんですよね、オーストラリアやそれからドイツやアメリカというそういう中でのねやっぱり、いろんな関係者が集まっての、うん、まあ、一つの作品を作ろうというところにやっぱ面白いね、やっぱりそれぞれの文化を背負った関係者スタッフたちのね、うん、融合っていうのはねとても面白い、うん、あれですね、やっぱり、うん、映像の魅力はそういうこともあるから、これから特に時代がそれを求め始めてますから、うん、国際的なコラボレーション、うん、で今日本という国はようやくこう世界からいろんな形で認められ始めてる、はい、で漫画文化みたいなものもなんかすごくクオリティの高い精神的なもので認められ始めてる、はいはいはい、ですからね本当に藤岡さんのこの存在感というのはこう今からより世界と日本をつなぐ俳優さんとして見てください、このシーンのねこの存在感ですよね、うん、ここでね例えばその、うん、飛び道具っていうのに対してどう対応するかっていうところでね、はい、これ実際に僕手裏剣を投げて立てたんですよね、うん、これ可能であるということをね、うん、だそういう部分がこれ本当にねじゃあどうやってそれを相手に悟られないようにこうやるかっていうところでね、はい、まずその悠然としてこの自分をなんていうかなこう相手に対して緊張感を与えないで安心させた上でやるという方法が、はい、今回これから起こるね、面白いこの戦争をね、うん、こう何をバカなことしてんだっていう彼を思わせるその、うん、そこにこの侍のね、うん、死に対するその恐怖を持ってない死に対するその覚悟とともに、はい、ゆとり精神的ゆとりで、はい、まあ、こうやってね相手を惑わすというね、うんうん、内輪でね、そうそう内輪でね、何やってんだあいつみたいな少し狂ってんじゃないかって、だからさよならアホメってねクレイジーっていうねはい、はい、バカ者っていうことね、はい、そこに相手に対してそのね、緊張感を与えないで実はこう、こういう状況になるという、これがやっぱり本当にね面白いシチュエーションになったんですけど、まあなんていうのかな、やっぱり
いろんな、まあ、作品で海外でやりましたけど、そういう部分でこういつも、私ならどうするだろうっていうね、はい、いう部分でいつもこう考えるんですがね、それが面白いですね、うん、ここだったらどういうふうに、自分の歴史文化伝統を背負ってる場合どうするんだろうってね、はいはい、うん、こういうね、あの彼との最後のウィリーとの別れですか、うん、いや、あの、いや僕好きですよ、 今からのシーンがね、あそこ僕はすごくね、じんときますよね、一瞬の出会いで心が通じ合って、うん、一瞬の出会いを大切にして、はい、そこで今度は、まあ、出会いがあって、うん、まあ、うん、別れがあるというね、うん、はい、その部分のこの情のね、触れ合うこの精神文化を大切にした侍の生き方、ここにやっぱり凝縮されてると私は思うんですね、うん、で自分の最も大切なこの身代わりでもある担当をね、うん、彼に授けるということは分身なわけですよ、最高のなんか敬意の表し方ですよね、あの、で自分がほら死ぬかもしれないのに、なんかあの、ね、あの気遣ってくれてるという、はいはい、言葉は分からなくても、うん、心情という心は読めるというね、うん、この侍のね、気持ちは分かってるんだっていう、うん、そのそれがね、僕はこれ一つね、この部分に集約されたと思うんですよ、はいはい、だから味方か敵か、そして横島のその知略無略を考えてるかってちゃんと見抜いてるこの侍の姿というか、これが僕が今回のこの映画ではね、とても明確にしたかったっていうのがあったんですね。本当にたまらないシーンですね、うん、いいですね彼ね、うん、いいね、表情するんですよ、うん、あの今の日本映画ってあのバイプレイヤーをあんまり大事にしないですよね。あ、そうですね、昔は本当に脇までピッとこう名優がいましたよね。そうですね、またそれ生かしてましたよね、うん、ちゃんとこの引き立ててね、はいはい、そうなんですよね、存在をきちんとね捉えてた、うんうん、やっぱそれで本当映画として成り立つんですよね、はい、うん、うん、だからみんなの思惑がこうそれぞれ違ってる部分でこうやって、うん、結構きちんとね、抑えてるんですけど、アメリカ文化の、こういい部分じゃない悪い部分を象徴してる部分っていうか、だから結構ね、あのこうよくこうアメリカっていう社会を役柄でこうちゃんと配分して表してますよね。そうなんですよね。で、まあ、僕変な言い方ですけど、エンパイアピクチャーズってむくちゃくちゃな映画若者向けに多いんですよね、はいはい、でそういう中で何でしょう、藤岡さんが出たことによって、先ほども言いましたけど単なる勘違い映画じゃなくて、はい、あの監督さん、スタッフが藤岡さんに惚れちゃって、藤岡さんの姿をもっともっといっぱい撮ろうっていうところで藤岡さんの意見を聞いてこういろんなシーンを撮ってるんですけどね、はいはいはい、でつまり何言いたいかっていうと、藤岡さんはどんなシチュエーションだろうが全力投球する方だと僕思うんですよ。例えば、はい、あの藤岡さんの名前をから締めた仮面ライダー、はいはい、未だにすごい人気があって、あれも一つの文化だって気がしますけど、はい、あれももともと漫画原作で子供向けのもので、もその中でも藤岡弘さんはすごい本当に真剣にヒーローやった、それがあの作品をこう違ったものにして未だにこう続いてるんだと思いますけどね、まあ、そういう意味ではやっぱり藤岡さんはどんなシチュエーションにモンクをつけずにその中でベストを尽くす、はい、それがこの、まあ、象徴されてる映画がこの SF ソードキルだと僕思いますね。僕はどうも自分の性格なんですかね、はい、一つのこう惚れ込んでいくと、その中にのめり込んでいくんですね、はい、
で自分がいつの間にかその主人公の人物をオーバーラップして、うん、その自分になっていくという部分があってですね、まあ、そういう部分でいい場合と悪い場合もあるんでしょうけど、やっぱり演ずる喜びの中にやっぱり自分がこうまず陶酔していくぐらいの気持ちになった時、やっぱり楽しんでるというかね、自分が非常にやりがいがあるというか。いやでも今見て改めて思うのは、これアメリカの監督スタッフたちが藤岡さんに引っ張られちゃって藤岡さんゆえに作っちゃった映画だなって改めて。とにかくこれカメラマンがね、本当に藤岡さんの顔を映すのかね、こうもっともっといい顔のいい顔になって、なんかそれのねカメラマンの喜び感じますよ確かにね、僕の心情をね追っかけようというね、そういう方向でカメラも動いてましたしね、私心情非常にこう大事に流れをですね、追っかけたような気がしますね。結構ねこのカメラマンがね、マック・アルバーグっていう方なんですけどね、あのネイルズじゃなくてデニス・ホッパーとかオスカー・デ・スタローンとか、スリー・リバースでブルース・ウィリスとか、結構ね、やっぱりこういいヒーローっていうかいい役者さんのあれを撮ってるあのカメラマンなんですよ、そうなんですね、こういうね、まあこういうね、やっぱりライト単純なあれだけど、面白いですよね、このね、こういう、まあ本当にこう今こうやって振り返って当時を思い出すとね、ああもっとこういうところっていうのはありますけどね、やっぱり後悔します。そのもう少しこういうふうにしたらよかったんじゃないかなっていうこともあったけど、やっぱりこれからもっともっとこう交流が、ね、映画同士のこの国対国の交流が始まると、もっとスケールのある面白い映像がどんどんできるような気がしますね、できますよ、なんか未来はそういう方向に向かった方が、より一層映像文化っていうのはもっと深まるんじゃないかなっていうね、楽しくなるんじゃないかと思いますね。やっぱ自分の国の文化だけがうんぬんじゃなくて、その文化と文化の融合の部分が面白い、そのなんかこう、まあ見てる方に笑いも誘うだろうし、感動もあるだろうしね、そうなってくるんであって、これが1986年パンテオンの大画面でこう見れたっていうことは、なんか今も劇場もなんでしょう、シネマコンプレックスとか確かにこう綺麗ではあるけど、昔は渋谷パンテもそうですけど、1階にあれだけこう天井が高くて、こうエントランスが広くてね、劇場も一つの文化だったような気がしますよね。そうですね。だから僕はやっぱり東京ファンタジー映画祭始まった時にやっぱり劇場にこだわって大スクリーンで大観客の前で映画を見せたいみたいな思い、まあ、そこで、まあ、SF ソードキルすごくやれて嬉しかったんですけどね、そうですね、やっぱりどの国もその精神文化、その民族の精神文化の高さというものをやっぱりこう見てますよね、だからそういう意味ではこの映像っていうのは大変なやっぱり影響力があるもんですよね、まあ、今でもあの時の観客のウォーっていう感じので、藤岡さんももう熱っぽく舞台の上でパンテで語ってたあのシーンを思い出しますけどね、僕はまあ映画祭やって、まあそれで憧れの藤岡さんともこう教えられなれたんですが、やっぱり広場、映画夢の好きな人たちの広場だと思ってるんですよね、僕が映画祭って考える時に、ですからまあ、あの時もロジャー・コーマンって言って本当に映画の大師匠みたいな、そこからコッポラさんとか素晴らしい人が来てましてね、でそういうくらいエンパイア・ピクチャーズとかロイド・カーフマン、トラマ映画とか、また新しい今度エンターテインメント映画の会社作った人たちも来てまして、そこに俳優さんの藤岡弘さんがいて、なんかやっぱりこうやっぱりインターナショナルだったんですよね、そうですよね、で香港からはレイモンド・チョーさんこうが来てたりとか、なんか結構ね、いやでもやっぱり国際映画祭をね、やっぱり小松田さんがやってこう文化の交流を、世界の融合をこうやってやってこうされて、やっぱりああやって大きなね、本当私の映像を日の目を見たわけですけど、
やっぱりいいですよね、ああいうね、あの全くこう、ね、海外の人と この交流がやってなされながらね。あの8回目 のなんだろう、夕張映画祭の時に藤岡弘さんに審査員をお願いして、はいはいはい、その時にすごいメンバーという方は香港 のラマンの中にいたレオン・カーウェイ俳優さんね、はいはいはい、であと、ミレウ・ダルクさん、アランドロの恋人の、はいはいはい、それからアンナ・カリーナ、あのゴダール あれのなんか不思議なメンバーが一緒に審査員なさってね、まあで何でしょう、あの夕張って小さな町で、あのこうなんか市民たちがみんなでこうゲストたちをかあの迎えてくれてね、で今あの中田哲司さんってあの、ね、映画好きの大師匠さんがあの、2年前亡くなられて、あのでその後ほら今12万人いた町が今1万3000人なんですよ。はあ、本当に映画祭が成功しても藤岡さん来られた時まだ2万人いたんですよ、はあ、でそういう街なんだけど、あの外から来る人たちをこう温かく迎えて、そういうのにあの例えばタランティーノなんかも感動して、はい、ゴーゴー夕張ってあのキルビルでね、役名を夕張って名前つけたり、放射線が撮影に来たり、あの今は北のゼロで育三監督か吉永小百合でこう撮影してたり、まあ、不思議な場所になってるんですけど、やっぱりこう何でしょう、あのこうあの素朴な人たち、ふるさとを守ろうという人たちに世界中の映画人たちが賛同を与えた、はいはいはい、で映画人たちがもう寝泊まりして一緒に映画を見たり話したりする、なんかそういう単純な広場が日本に必要だと思うんですよ。いやそうですね、うん、そういうのでこう文化と文化の交流がね、うん、より一層高まっていくわけであって、うん、そういう面ではあの小松沢さんのなされてるね、ああいうその映画祭ってのはすごい、やっぱり僕はことだと思うんですよ。やっぱり、いやいや本当にね、やっぱりあれがもっともっと今言われるように増えていけば、国対国の理解が深まっていくし、いやまあ、それよりもあの理解っていうよりなんかこう本当にこう映画人同士が一緒の場所にいると、 あとはもう当人同士がこうプロだから、例えばタランティーノと藤岡さん一緒だったら当然オファーが来るし、なんかねやっぱり会わなきゃダメなんですよ。あそうですね、うんうん、実際にね、うんうん、いや言う通りですね、うんうん、まあ、でもやっぱりあの僕はこの SF ソードキルがあって、あの今ラストサムライが出てきたんだと思いますよ、こういう、だからパイオニアですね、そうですね、この頃はまだサムライというものはどういうものかというのは、まあ試行錯誤というか、はい、理解されてませんでしたからね、全くなかったですね。もっと単純にあのそれこそ忍者映画みたいに高等向けに考えて、はいはい、でもこれはやっぱり藤岡さんが勝ち取ったあの藤岡さんがなんかこう方向性をあの演出してる映画だと思いますよね、いや嬉しいです、そう言っていただけると。だいぶまあ苦労しましたけどね、本当にあのここまでよく、あの追っかけてもらえたっていうのは本当奇跡だなと思うこともありますね。あのね、こういうのシーンはやっぱりこうちょっと低予算だから、あのこうあれなんだけど、藤岡さんを撮ろうとするときになんかこうきっとこう違うんですよ、先ほどからこう見てるとこう、うん、そうでなければあのなんかこうなんかこうちょっと緩いシーンが多いんですよね。あ、うんうん、彼女の言うことを聞いてこういつも止まるわけですよね、うん、やっぱりこういうところのね、一瞬のこうあれはやっぱ監督がちゃんとこう抑えていくよね。だからいいバランスで、あのこう ただ綺麗なよりなんか彼女の中にはこうなんかこうピュアなあれがあるんですよ。で藤岡さんはあの、まあ、強いけどでもなんかこうあの強くて孤独て優しい目してるんですよ。だからそれが本当にこう見ててこうすごい自然なね、いいキャスティングだなと僕も思いますよね、威風堂々ですね藤岡さんの歩き方は、馬が自然と寄ってきてましたね、今のは。そうですね、馬がねこうやって、このなんていうかな、この差というかね、こういうものがとても面白いね、What the hell happened to you?で自分のまあ、勝手 その馬というものを、ね、知ってる自分が勝手に自分で、はい、あの同じだからっていうこういうところに持っていくというかこう、
向こうは自動車、こっちは馬でなんかこうね、はい、そういうね、なんかでも考えたらこういう小さな作品ではあるけどうまくこう台本もできてますよね、こうやってね今度は後ろに、まあ、乗っけて。まあでも本当にね、うん、いや改めて思い出すと、あれ後ろに乗っけて走るのはね、はい、実は僕これが初めてだったんですよ。そうですか。非常にやっぱり不安でしたね、前ならまだこうね、はい、あれですけど後ろ大丈夫かなと思ったね。We think they went that way. You guys be careful. They're armed. Armed with what?Samurai swords. さっきの車の中でこう日本刀をね長いものを振り回せないっていうことでね、はい、それでまあ大変あれだったんですけど、どうやってこの前に向いてるやつをこう後ろにやるかっていう時の、それをこうキュッと回して後ろにバッてやった時のね、そういうこう技っていうものになんか単純なことなんだけど結構スタッフが感動しましたね。これ夜間撮影だね。そうですね、ライトがもう大型のライトがこういくつもあるわけですね、はい、で大型のライトをこうものすごいパワーのライトをこう、はい、いろんなとこ置くわけですよ、でその中をね馬で走るシーンがあるんですがね、シルエットがすごい綺麗ですよね、と馬っていうのはなんですかね、まあ太陽一つ、まあ、月が一つだから、はい、明かりに対してこういくつもあると混乱しちゃうんですね、はいはい、でこうやって夜使う馬はね昼間こう、うん、ボックスに入れて寝かしておくんですね、はい、で遮断して寝かして安静にしておいて、うん、で夜になって引き出してこう、まあ、夜間撮影使ったんですよね、はい、面白いなと思って、そういうところのシステムはきちんとしてるんですよね、馬もだから何頭もいて、うん、きちんとそれに合わせた状況で馬を使い分けると言いますか、うん、でも馬って何でしょう、こう人間を見るんですよね。やっぱりこう本当に従う人間と、もう全く、はいはいはい、自分より見下したら絶対従わないっていう話を聞いたことあるんですけどね、本当そうなんですよね、すごくノーブルな生き物ですよね、だから単純に馬がこう寄ってきたじゃないですか、いやだからシーンすごいなと思って、いいなと思いましたね、その馬も分かってるというね、そういうふうにこうやっぱり、はい、で馬がこの侍の言うことを聞いて全部動いていくじゃないですか、はい、だからその馬とのこういう心情の交流がピシッとなされる、うんうん、本当驚いてる、これでよく作ってますよね、これですよ、このシルエットが ね綺麗ですね、これが大変なんですよね、これライトいくつも当たってる、真っ暗闇ってのは怖いですね、走るのは、でこういうところでこう、うん、ちゃんと走れるような馬を用意してるんですよ、はいはい、真っ暗闇の中でも走れるね、でヘリコプターの音に実際馬っていうのはやっぱりこう鳴らしてないと怖がるんですよね、はいはいはい、だからちゃんとその鳴らした馬を使ってるんですよ、ちゃんと、まあここは大変なやっぱり大規模な撮影だったんですよね、He's behind us. Turn back.
やっぱり今思うとよくできてますね、こういうもんね。自分がね、ここは本当に Roger, this is Air 12. We've lost contact with the suspect. Come back, Air 12. 馬もね、よく訓練されてるんですね。はい、アメリカの馬は、それに合った馬をちゃんと持ってきて、やるんですよね。で、顔は同じだからわからないですね。何頭もいるんですよね、使い分けるというか。鉄砲の音とかそういうのにもこうちゃんと暴れない動じない馬とかね、そういうふうにこうちゃんとこうまあ、飼育してるというかね、訓練してるんですね。暗闇の中でライトを当てると、こう光がパッと馬の目に入ると、はい、馬がバッとこう慌てたりね、そう音に反応したり、日本刀の光にこう反射してバッとこう暴れたりするんですが、それ鳴らすことをちゃんと訓練してね、やってそれを使ってるというか、なんか西部劇なんかで本当馬と一緒に倒れたりとか、倒れた馬をこうまたぴょんとこう一緒に飛び乗りながら起きたりとか、すごく訓練してますよね、アメリカの西部劇はね。そういう面では卓越してますね。もうアメリカの映画産業においての馬っていうのはなくてはならないような状況ですから、非常にそういう専門家がそういう訓練をして育ててるというかね、本当にね、もう自由にこの馬がね、扱えるんでびっくりしましたけど、馬の方がすごいんですよ。いや、それは藤岡さんに、こうすごく敬意を表してね。いや、馬がね、もう私の言うことの思いをさ、こうすごくこうキャッチして動くんでね、あまりにもそれはすごいんで見事なんでびっくりしましたけどね。だからもうこの一連のちょうどそうですね、黒人のイディの方々との別れからね、この後の最後あたりまでがすごく僕はやっぱり好きですね。監督なんかもそのやっぱり異文化 その俳優さんを使う場合にはものすごいやはりこう興味深く接してくれるんでね、関心持ってそういうところのコミュニケーションがものすごく深まれば深まるほど、やっぱり作品に影響していくというか、どこまでこう聞いてもらってどこまで理解してもらえるかという、そういう部分でものすごく映像が膨らんでいくというのがこの映像でよく分かりましたね。だからまあ半分冗談だけど、こう馬までがね、藤岡さんの敬意を表してるし、あとスタッフたちも監督も本当にやっぱり藤岡さんに惚れ込んでるっていうのはすごく分かりますから、見てて気持ちいいんですよ、日本人としてこう、この時にね、私はあそこで止まったでしょ、日本と、あれが重い鉄身なわけですよ、あれをびっくりしましてね、最初は彼がね、やっぱり不安があったんですよ、止まれるかって、間違ったらどうすんだって、間違ったらどうすんだって、恐れましてね、それでね、とやっぱり俳優ですね、僕を見ててね、彼は信じたんですよ、で本番でやって、もう数センチでビャッと入るでしょ、もう本当に彼感動してましてね、彼やっぱりプロなんだなと思うんだけど、僕を信じてくれたっていうところがね、僕は自信があったんですけど、彼がどこまでそれを許してもらえるかっていうところのね、その時間が大変だったんですけど、監督はもうなんか私は大丈夫だっていう一生懸命で、でやっぱりやられる方はそういうわけにいきませんけどね、怖いですよ、怖いですよね、生身ってのね、あれ鉄身でね、歯は引いて取って歯引きですけど、入ったらもうやばいわけですね、
このカットバックも、ね、すごくいいんですよ。すごいですね、うん、こう気持ちがね。同じようにね。ああ、そうなんですね。彼女の、うん、彼女の言うことをね、うん、受け止めるというかね。でもこれ月が裏に出て、そうそう、いいえ、この顔素晴らしいですよ。彼女とのね、やっぱり、うん、ここで本当に通じ合うんですね。年の内割りじゃ。ニコッと笑ってたまんない顔してます。塩にこういうやっぱりところで持っていく演出っていうのは本当に面白い。やっぱりやっぱり考えてこう振り返るとね、やっぱり僕のこの気持ちをずっと追っかけてきてくれてるって感じますね。今それをすごくね、改めてその再評価じゃないけど、再発見してね、これほど日本人に対して役者に対してアメリカ映画人たちが敬意を表してきたというのは本当に感動ものですよ。そうですよね、20年前のあの当時でね、はい、うん、ここまで私をねこう認めてくれて敬意を表してくれて、はいはい、というのはちょっと今考えてみると本当にすごいことですね、はい、精神文化のそういう侍の道は死だって言ったね、はい、最後の言葉、はい、蘇りはせぬというね、うん、このやっぱり言葉っていうのはね、うん、やっぱりその自分の愛するもの、はい、そのもののためには死に対しては厭わないという、はいはい、その部分を僕は表したかったんですね、うん、だからそれに対するやっぱりこう侍っていうものは、うん、自分の欲望や自分のそういう自己中心的なものではないんだという 私欲ではないという部分のね最後の締めくくりに持っていったわけですけど、まあどこまで理解されるかなっていう、当時ね僕はねすごいやっぱ結構理解してるような気がしますよね。いや、この映画がこう先ほども言ったようにオーストラリアで名誉市民になったりパルディ将軍だったり、ずっとこう種まきしてきて、それが積もり重なってラストエンペラーになってきて、はい、でまたまた今日本と一緒に仕事をやろうっていうこう世界的な動きが起こってますから、起こってますね、これからね藤岡さんはねこれからは本番だと思いますよ。そうですか。そういう意味でなんかそういう原点の映画を今日見させていただいて、こんなにもハリウッドの人たちが藤岡さんに敬意を表したってことを改めて日本人として僕は大感動ですよ。本当ありがとうございます、うん、いや本当に今考え、僕も改めてこうやって見直してですね、まあ感ずるところは多々ありましたね。あと、はい、あと、もう一つ、今の日本の若い人たち暑さを忘れてますよね。あ、そうですね。ですから僕はやっぱり藤岡さんの暑さっていうか情熱っていうもの、それは決してね馬鹿らしいことじゃないんだと、はい、でそれはやっぱり藤岡さん自身の生き方によって、はい、なんか今の若い人たちに暑さっていうのは素晴らしいことなんだって思い出させてほしいなと思います。そういう意味ではこの絵、DVD がね、新たに DVD でもっともっと多くの若い人たちに見ていただきたいなと僕は思ってます。ありがたいです。やっぱね、はい、今まで真剣に生きるものを笑いものにしてきた、はい、まあ、そういう風潮ありましたね、はい、でも私は若者に言いたいのは、うん、真剣にやっぱり誠意を込めて生きる、はい、それに対してね、はい、もう笑えない時代が来たと、はい、それに対して敬意を表するよ、ね、はい、そういう時代がもう始まってるんだということをね、はい、この映画を通じて分かってもらいたいと思うし、はい、今小松沢さんからいい言葉をいただいたのは、確かに私は本当に何事にも真剣に生きてきたわけですよ、はい、まあ、こういうそういう中でこうやって残って、永遠にこうやって映像って残っていく、やっぱり責任を持って真剣にやっぱり、やっておかないと怖いなということを改めてね、残っていくわけですからね、やっぱり
ぱりそれは自分の責任でもあるし、やっぱりそういうことを考えると自分の生き方に対しても責任を持って真剣にね、はい、やっておかないと、やっぱ後で後悔するなという、うん、そういうメッセージがこの若者に伝わっていただければいいなという気がしますね、はい、今ここ一瞬一瞬に勝負していくというかね、まあ、はい、あのパンテオンはちょっとなくなりましたけど、あ、はい、まあ、夕張の方でまだまだ映画祭、あの市長さんが亡くなっても市民たちが守ってますんで、ぜひまたあの藤岡さんが来ていただいて、世界の映画人たちと熱い交流していただけたら嬉しいと思います。僕はね、やっぱ小松原さんのいつもこの熱い、ね、映像に対する思いがね、僕はものすごく、まあ、尊敬以上も本当に感動でね、もう本当にいつもね、あの、なんていうかな、いつもまあ、呼んでいただいたらいろんな面でこう、感謝してるんですね。だから映像文化が、日本の映像文化が消えてほしくない、はい、やっぱりもっともっと日本の映画界も世界に向かってこれから逆にこうもっと燃えてですね、挑戦していく、そういうなんか若者がどんどん出てきてもらって、やっぱり日本の映像文化もっともっと火をつけて燃やしてもらいたいという、まあ、そういう面ではもうぜひまた今後もより一層国際映画祭 その本当に中心であられるその、トップであられる小松原さんにぜひですね、もっともっとこう火をつけていただきたいなと思います。本当に、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、 もうこれから本番ですので、どんな新しい素晴らしい国際的な映画に出るか楽しみにしてます。はい、どうもありがとうございました。